どうも、ナツメグです。どうも、ナルミです。いや、今日はですね、はい、僕がめちゃめちゃすごいと思っている人を紹介したいんですよね。お、まだ誰も知らない。知ってる人は知ってる、知ってる、知らない人もちょっと知ってほしい、知ってほしい、すごい人コーナー。今まで紹介した人でいうと、例えば僕が iOS エンジニアの堤さん、はい、佐藤ねじさんとかね、うん、あと小関裕さん、はいはいはい、与田ヒカルさん、はいはい、もうそうそうたるメンバーですけど、そうそうたる、そういうね、流れで、はいはい、今回はすごいっすよ。ほう、これね、僕ね、はい、あの志原明子さんから聞いたんですよ。はい、こいつはやべえっていうの、うん、これ誰かっていうとヤングさんです。ヤングさん、ヤングさん知ってます？知らないっす。あのクレアっていう雑誌知ってます？知らないっす。文藝春秋から出してるファッシ、女性誌なのかな、ファッション雑誌でクレアってあるらしいんすよ、うん、まあ、僕ら多分全くターゲットじゃない、うん、30代か40代女性なのかなと思うんですけど、うんうん、そこのウェブサイトのクレアウェブっていうウェブ版があるんですよね、うん、その編集長なんですよ。クレアウェブ編集長かっこヤングっていう名前なんですよ。クレアウェブ編集長かっこヤング、このクレアウェブ編集長は、うん、自分のことヤングって名乗ってんすよね。いや、若いんすかね。多分若いんでしょうね、自分のことヤングって言われるから。まあ西城秀樹以来のヤングマンですよ、ね、そうそう、ただ自分のことは若い人は自分のことヤングって言わない気もするからめちゃめちゃ怪しいですけどね、はいはい、うん、でこの人が、はい、あのクレアウェブっていう、はい、あのクレアっていう雑誌のウェブ版の方で、うん、連載してんすよ、うん、コラムを、うん、それがめちゃめちゃ面白い。ほう、めちゃめちゃ面白いんでぜひ見てほしいんですけど、はい、なんかリンクをいただきました、はい、あのね、一番まず読んでほしいのは、うん、この記事です。演歌界が誇る孤高のファッショニスタ大江、なんだろう、ゆうさん、大江ゆう、ひろしさん、大江ひろしのスタイリング学ぶっていう記事なんですけど、はい、これすごいっすよ。知ってます、この大江なんとかさん。ちょっと僕出てくる単語が今のところ全部新規で、ちょっとあのこの北島三郎の弟子らしいんすよ。はいはい、北島三郎の弟子の大江さんっていう人がいるらしいんですけど、ね、演歌歌手、うん、この人がめちゃめちゃおしゃれで、うん、ファッショニスタだっていうこと言ってんすよね、うん、でこのコラムには、うん載ってんすよ、いろんなジャケットの写真が。はい、あ、大江豊でした読み方、はい、豊さん、はい、めっちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれかな、はい、うん、なんか伊勢丹みたいな柄のジャケット着てます ね、ちょっとバーバリー変わったかなみたいな ね、 そうすね、バーバリーチェックのちょっとこの夕焼け大賞の時のこのジャケットもなるみさんが僕にあのドヤ顔で見せてるのは、うん、ちょっとどこかの誰かわからない、演歌歌手かな、うん、とかのジャケット写真ですごい、例えば太陽に吠えろみたい な、 なんかそういうようなイメージの、う、ね、うん、こう昭和っぽいジャケット、ママチャリに乗ってる人のジャケットがやばい柄なんですよね。やばいですね、それは。夕焼け大将のこのジャケットのやばいですよね。はいはい、で次、ふるさとは今のジャケット、これ見て、風呂敷みたいな柄のジャケットじゃないですか。ゴムゴムの実がそんなような感じですね。どこで売ってるんですかこれ。 あとこの蝶ネクタイも同じ柄なんですよ。ああ、本当だ、セットかな。おしゃれでしょ。おしゃれなのか奇抜ですね、うん、男の旅のやつはさっきのゲスト、はいはい、ゴムゴムの木と色違いなんですよね、はい、ああ、本当だ。こんな風に大江豊さんのジャケットを並べて、うん、めちゃめちゃおしゃれな写真、おしゃれな人ですよっていうのを書いてんすよね、このヤングさんは。はい、他にもこれを見てほしいんですけど細川たかしの CD ジャケットに見る、はい、クラブカルチャーへの熱い視線っていう記事なんですけど、はい、これどんな記事かというと、まああの大江豊記事形式なんですよ、はい、このページ見るとですね、細川豊さん、あ、細川たかしさんが、はい、どんな服着てるかというとこのあらゆる着物に虎とかね、さっき竜が入ってましたね、竜とかね、また竜ですよ、はい、般若とかね、はあ、クラブカルチャーを感じないこの演歌みたいなはいはいはい、このあとね、あと僕好きなのが、はい、
セーターブックについて研究してるんですよね、このヤングさんは。はい、セーターブックって知ってます？わかんないです。セーターに関する本っていう、はい、ムックなんですけど、はい、一大ジャンルなんですよね。はい、ちょっと一瞬立ち止まってもらっていいですか、はい、今読者の方が周り見たらちょっと離れていってるのを。読者の人はセーターブックしてるわけじゃないですか、当然。はいはい、あ、じゃあリスナーの方が、リスナーの方が、どんぐりのリスナーの方が今、風間徹さんとか、待って、リスナーの方が今ポカーンってしてるけど、いろんなその芸能人、加瀬大衆、筒井道隆、はいはい、みんなセーターブック出してるんですよ。セーターブックってなんすか？なんだろうね、これね。この人たちがめちゃめちゃセーター着てる本ですね。写真集とか。写真集なのかな。でもセーターも大事なんだよね。写真集だとさ、はい、その芸能人がメインじゃん、うん、このセーターブックは割とセーターも大事っていう中間地点なんだと思うんだよね。俺もよくわかんないんだけど、そのセーターブックに関してめちゃめちゃ研究して、もうすごい数のセーターブックの記事書いてるんですよ。はい、このクレアウェブ編集長かっこヤングさんがめちゃめちゃ今イケてるんですよ。これね、いや面白いですよ、うん、めちゃくちゃイケてて面白いんですけど、クロート好みなの。もうこの最終的にヤングさん何歳だと思います？53 56。そんぐらいですよね。そんぐらいだよね、このセンスは。演歌にめちゃめちゃ詳しくて、あと一昔の前のセーターブックとか掘り出してきたりとか。一昔どころじゃないでしょ、昭和なのかな、もはや。もう完全そうでしょ、うん、ただその料理の仕方がすげえ今っぽい。わかるわかるわかる。このタイトルワークとかもね、めちゃめちゃうまいし、今読んで面白い。俺たちこの演歌も知らない、セーターブックも知らないけど、読んですごい面白いんだよね。このヤングさんはすごいなと思うんですよ。このウンドメディアは何のためにやってるんですかね。オンドメディアというか、なんだろうねこれ。いや、やっぱさ、セーターブックも分かんない。でも雑誌はそれぞれウェブサイトあるじゃん。はいはい、そうそうそう、うん、まあ、そういうこと。このクレアウェブ編集長のコラム以外はすげえまともなんですよ。はい、うん、どういうのがあるんですか。雑誌に載ってた記事が載ってるんですよ、普通に。グルメの記事とかさ、はいはい、何ここのパンケーキ美味しいみたいなやつ。そうそう、ファッションの記事とか、はい、化粧品の記事とか。普通さ、なんでこの人だけちょっと編集長の記事以外はすげえ普通なんすよ。なんでこの人ちょっとやべえ方向行っちゃったんすか。っていうかあれですよ、志原さんですよ、何見つけたの。ロンドンのホテルで和のおもてなしとかね。うん、普通だ、うん、プチプラで人気オーサムストア店長が溺愛するアイテムベスト10とか、そういうの出しとけばいいんですよ。普通の記事がちゃんと載ってんのに、うん、編集長のコラムだけが尖りまくってんすよね。ぜひこのヤングさんね、めちゃめちゃ面白い人なんで。これはちょっとなんだろうな、やっぱクロート好みだな。ツイッターのフォロワー数が837人っていうね。ほら、もうやっぱクロート好みなんです。クロート好みすぎるでしょ、成美さん。そういう人見つけてきちゃうから、まだこっから株価が上がってくだろうなっていうのをガンガン感じるんですよ。株価が、そうですね、なんだろうな、僕はアフリカがちょっと詳しいですけど、はい、アフリカがよく言われてるのが、はい、今がこう経済が低いから発展していくって言われるんですけど、諸説あって、はい、今低い場合はもうこのまま低いんじゃないかっていう。アフリカもヤングさんも絶対上がる、はい、上がっていくのか。多分来年の今頃は8万ぐらいになってますよ。わーすごい、うん、だって書いてるものはやばいもん。やばいっすねこれは、うん、なんでクレアウェブでこの演歌のさ歌手のファッションチェックしなきゃいけないのっていう、うん、セーターブック研究会が10年以上にわたって収集した膨大なセーターブック群がこちら。率直な気持ちを言おう、どうかしているってでも言ってますよ。あ、いい、よかった、こっち側だ。え、分かってるんでしょうね、当然ヤングさんは。わざとやってるんですね、うん。はあ、これを僕ね、多分1年ぐらい前かな、志原愛子さんに聞いて、ずっとフォローして見てんすよ、新作のコラムとかを。はい、全然、そのファッション雑誌感ゼロなんですよね。待って、1年間伸びてないんじゃないですか。ずっと伸びてない。まあ、紹介してなかったからね。今年こそ、この人のクレアウェブ編集長元年なんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと期待しましょう。やっぱね、出版社のおじさんは面白い人多いっすよね。
おじさんって勝手に言っちゃってますけど、そうですね、ヤングさんですから。いや、ヤングさんですから。20代だ、20代だと思う。22歳、22歳でこのセンスはやばいっすよね。22歳でセーターブック研究家なんですよ。だってやばいっすね。いやいや、セーターブック研究家じゃないんじゃないですか。研究家ですよ。まあさすがに、うん、そっか。夏目さんは53歳とそう予想してましたね。うん、僕は56。うん、いくつだったですか。いや知らん、知らん。あの、もし知ってる方いたら、そうですね、こっそり教えてください。クレアウェブの編集長のヤングさんが面白い。これはやばいっすよ、うん、これはちょっと珍しく、後でブログ全部貼っておきますんで。そうですね、僕が言葉を失ってしまいます。